はい、どうもこんばんは。本日はですね、こちらエブリィワゴンなんですけども、購入したのが2019年の2月、今1月の末なんで、2021年のちょうど丸2年、2年経って結局エブリィワゴンお前どうなんやと、それをねちょっとお話ししたいと思います。走行距離はこの2年で2万2000キロぐらいやったかな。まあ1ヶ月1000キロ前後ぐらいですね。用途は日常の足としても使ってますし、動画にもしてます。車中泊をする、あとはキャンプ行くのに移動するための車、それでもあります。うちのファミリーとしては車2台あるんですよ。これとボクシーと、ボクシーの方はうちの嫁さんが日常で使ったり仕事で使ったりしてるんで、基本まあ僕専用の車みたいな感じで使ってはおります。後ろの席も3人とか4人とか乗ったりとかすることもあるんで、なのでもうがっつり車中泊しようっていうものにはできないです。普段は普段の車で、車中泊するときは車中泊しようっていう感じでするんで、ベッドキット何度か紹介してますよね。それで車中泊行くときはそれを組んでっていう感じでやってます。で、2年乗って、まあ、買ってよかったんかどうかっていうのに関しては、もうこれは皆さんも想像ついてると思われますけども、もちろん買ってよかったです。まあ、これのおかげで、本当に旅に出ることが多くなりましたね。もう今までは1年に1回とかでも行きゃええぐらいやったんですけどね。もう月に1回、2回。とかっていう風に行くようになってますから、まあ新たなライフワークが増えたということで、軽自動車っていう枠組みの中で運転席と助手席、これを立てたまま運転できる状態のまま、後ろで180センチの僕が足を伸ばして寝られる空間ができるっていうこと、これを目的で買ったわけですから、その目的っていうのはこのエブリィを十二分に果たしてくれてます。メリットの部分で気になることって言ったら、運転とかってどうなんと、なんかトラックみたいな感じなん違うんと、着座位置も高いし、ちょっとあんまり運転得意じゃないからどうなんやろうとかって心配される方もおられると思います。それに関しては、ね、全く心配ないです。ほぼ運転の感覚は普通の乗用車、軽乗用車と同じですね。全くで、ちょっと高いんで、やっぱりこの着座位置だと、僕のお腹が、だいたい普通の軽自動車の胸ぐらいに来る感じかな。ちょっとだけ高いんですよ。やっぱり見晴らしがいいんで、運転はしやすいですね、逆に。で、あとこういうハンドルとかも、なんかこういう風にこう、なんかトラックみたいな、こんなんちゃうんとかって思われるかもしれないですけど、いや、それは普通です。もう、本当に普通の乗車姿勢で運転できます。で、あとはやっぱ内装の感じとか、N ボックスとか200万ぐらいする。あとは何、何タントとか。ああいうのとかに比べたら、やっぱりちょっとチープな、プラスチッキーな部分はありますけども。まあ、それでも、ちょっとこういう風に、銀色のこういう風になったり、メーターもね、こうメッキのリングがついてたり。ハンドルはね、革のハンドルじゃないんで、こういう僕、ハンドル、革のハンドルカバーつけてますけど、こういうとこもメッキがあったりとかして、頑張ってはおります。本当に商用車前とした感じではないです。これはワゴンなんで、エブリィバンになると、ちょっとまたいろんなところが省かれるんで、変わってはきますけど。で、色はね、パールホワイト。配達で使われてるような白じゃないんで、パールが入ってるんで、知らない人から見たら一緒かもしれないですけど、やっぱりね、ちょっとね、お、なんか商用車じゃないなっていう風に思われてると思いたいです。はい。なので見た目とか、その質感に関しては、心配されてる方の大体の方の上は行くと思います。まあ走行も、エブリィワゴンは全車ターボなんです。なので、このでっかい図体ですけども、すごい街中キビキビ走ります。ストップ&ゴーが多いところなんて、もう本当に軽々走るんで、高速もね、普通に80から100、その間はストレスなく全然走れます。エブリィワゴンの、まあ、これが DA17W っていう
ダブルはワゴンのダブルなんですけど、それと一個前の方、これが DA64 かな。まあ見た目ほぼ同じなんですよ。で、広さもほとんど一緒なんですよ。けどもね、一つだけね、大きく変わるとこあるんですよ。特に僕みたいな男の人にとって、めちゃめちゃ重要なところがこの運転席の広さなんですよ。これが全然違います。一個前のエブリィって、足がね、こう突っかえるんですよ。だから結構狭いんですよ。今の方のエブリィって、運転席広くなってるんです。なので、ほぼ普通の軽自動車と同じ運転感覚で走れます。ベンチシートなんで結構ほんまに足広げて、こんなもうガバーっと広げて、でもこうやって運転できます。その代わり、そのしわ寄せが助手席に来てます。助手席は正直狭いです。たまに嫁さんに運転してもらって、僕助手席乗ることあるんですけど、めちゃめちゃ狭いです。結構もうほんまに足閉じて乗らないと無理なぐらい。女性の方とかって全然苦じゃないんで、そこのところはまあ大丈夫やとは思うんですけども。で、もう一つメリット。まあこのエブリって確か2015年に出たんですよ。これ今の方って。6年前か。普通の車やったらもういつモデルチェンジしてもおかしないやんっていう頃なんです。けどもね、そのあたりご安心ください。エブリはね、だいたいね、10年ぐらい。それぐらいのね、スパンなんですよ。モデルチェンジの。なので、6年経った今買っても、おそらく、あと4年は現行型。だから普通の車ってだいたい4年に1回ぐらいとかにモデルチェンジじゃないですか。出たての車買うのと一緒、普通の車の。わかんないですよ。そんな言ってて今年モデルチェンジするかもしれないですけど、だからすごいスパン長いんですよ。だから僕買った2年前、発売から4年ぐらい経った時に買ったんかな。だからこれ5年乗ったとしましょう。2年前、2019年から5年、2024年に売っても、まだ現行型として売れるんで、やっぱ型落ちになった車と比べると、やっぱり値段もつきやすいんで、前のエブリィも未だ人気あるんでね、高いんですよ。高年式で、走行も少なかったら、まだ120万とかそんなんとかザラなんで、だからね、コスパもいいと。割といいことずくめなんですよ。じゃあ逆に2年乗って、ああこれはやっぱりなーって思うところ、一番でかいのは燃費ですよね。めちゃめちゃ悪いっす。これ表示上は平均燃費ってこう出るんですよ。 12.3 キロがなんかなってたんですよね、さっきも見たら。これはまあ納車されてから今までのこのトータルなんですよ。ずっと旅してる間はおそらくもっと燃費はいいやろうし、街中やったらもっと悪いと思うんですよ。10キロ切ることもあると思うんですよ。特に大阪はストップアンドゴーが多いんで、もうね、もう針がもうみるみる減っていきます。だから満タンでどれぐらい入んのやろうな。40リッター弱ぐらい入るのが、いつも30何リッターか入るんで、街乗りだけやったら400キロで空になりますね。旅中やったら500キロぐらい結構走ってるんかな。まあまあ何にせよ、燃費はちょっと覚悟しといた方がいいですね。まああとデメリット、これは人によっては別に何も感じないかな。僕もあんまりそこまで意識っていうかあれなんですけど、まあとにかく多い。大阪走ってたら1日10台は確実に見ますね。まあ車中泊に関してのデメリット、このあたり。見たらこうわかると思うんですけども、鉄板剥き出しなんですよ。まあ普通の車じゃありえないですよね。なので外の冷気、熱気っていうのがね、やっぱ伝わりやすい。特に僕後ろを頭に基本してるんで、バックドアの方だから頭めっちゃ寒いんですよ。今の季節キンキンに冷えるんですよ。で夏は暑いし、やっぱちょっと断熱的な部分っていうのがどうしてもね、こういう商用車ベースとなると低いんで、まあこれが多分バンになるとさらにこう鉄板剥き出しになるんで、もっとねそういう影響を受けやすくなるかもしれないです。まあけどそれぐらいかな、デメリットって言っても。まあこういうのとかね、こういうのとかでね、結構収納はちょっと増やしたりはしてますけど、まあそのあたりももう慣れたら別に気にはならな、なってないですし、まあまあけどデメリットはほんと少ないですよ。めちゃめちゃいい車ですよ。まあ2年経ってこの評価やったら、それがもうここまで来たらね、
3年4年ってなっても大きく変わることはないと思います。ということでね、まあ本日は緊急事態宣言中ということで、こちら大阪は車の中から雑談的なことをさせていただいたんですけども、エブリィは本当にねいい車なんで、これを検討されてる方っていうのは、まあ、僕は胸張って言えます。検討してんやったらもう損はないから行っていいよって言えますね。こういうところはどうですかとかって、もしあるんであれば気軽に相談していただければ、コメントの方で書いていただければと思います。はい、本日はこれまでということで、それでは。